はい、皆さんどうもこんにちは、広島カプレーラーです。最近はですね、ウイスキーブームが加速していて、なかなかね、美味しいウイスキーが買えなくなってきています。そんな中でもですね、安心品質、安定供給、そして安価なおすすめのね、ウイスキーを今日はご紹介したいなと思います。そんなね、おすすめのウイスキーを久しぶりに酒屋さん巡りをしながら探しに行きたいと思います。では行ってきます。いかがだったでしょうか。何店舗かの酒屋さんを回ってきたんですが、どこの酒屋さんでもね、置いてありましたね。そんなどこの酒屋さんでも買えるおすすめのウイスキーはですね、こちら、じゃん、グレンファークラス。こちらが私がね、おすすめするウイスキーになります。こちらはですね、シングルモルトスコッチウイスキーとなっています。まずはですね、情報から。グレンファークラス蒸留所はスコットランドスペイスサイド地方に1836年に創業されました。今では珍しくなった家族経営を行っており、主な熟成ダルもシェリーダルとホワイトオークダルを使用するなど、昔ながらの伝統を堅くなに守り続ける数少ない蒸留所になります。ということでですね、最近のウイスキーブームで入手困難なウイスキーが多い中、どこでも誰でも買える安価で美味しいウイスキー、それがね、こちらのグレンファークラスになります。まあ、せっかくなのでね、今日はグレンファークラスの、まあ、こちら持ってるのは12年なんですが、今日はね、こちらの黒いボトル、グレンファークラス105、こちらをね、飲みながらちょっとお話ししていこうかなと思います。はい、ではですね、グレンファークラス105、いただきます。美味しいですね。こちらこのね、グレンファークラス、なぜこんなにね、私がおすすめするか、まずはですね、その品質と歴史ですね。1836年から続くグレンファークラス蒸留所なんですが、その歴史の長さがこの高品質の保証にもなっていますよね。そしてね、2021年のこの現代まで長く続く家族経営で、小規模ながらも多彩なラインナップを充実させていて、ブレンド用にね、原酒を一切提供しないということにもこだわりを感じますよね。熟成ダルにはシェリーダルを使用していて、まあ、マッカランやグレンドロナックなどと同様にシェリーダル熟成のウイスキーとしても有名になっています。そしてね、最近はウイスキーブームで、まあ、他の蒸留所がなかなかできていない安定供給、この安定供給をね、グレンファークラスはしていますよね。まあ、先ほどね、伺った山屋さんにも必ずね、何かしらのグレンファークラスは置いていますし、まあ、山屋さん以外の大体の酒屋さんにもグレンファークラスって置いてあるんじゃないですかね。決してね、人気がないわけではなくて、まあ、やっぱりブレンド用に原酒を供給していないっていうところが供給不足にならない要因なのかもしれないですよね。このね、グレンファークラスのようにね、やっぱり飲みたい時にね、すぐ買いに行って飲めるっていう、これがね、やっぱり素敵なところですよね。そしてね、最後にそのやっぱり価格ですね。価格がね、グレンファークラス、これだけの品質と歴史を兼ね備えていながら、とにかく安いです。
まあ、グレンファークラスはさまざまなラインナップがあって、年数表記物のスタンダード品では8年から30年ものまで出ているんですが、グレンファークラス8年はなんと2000円台でまず買えます。そしてこちらのね12年、こちらも3000円台で買えますし、なんとねグレンファークラス21年ものがね1万円を切るんですよ。8000円台とか9000円台で買えます。そしてねウイスキーラバーであれば憧れのね最長熟ウイスキーと呼ばれる30年もの、グレンファークラス30年ですら最近まではね2万9800円とかでね売ってましたよ。この価格は安すぎますよね。まあこの価格帯で20年以上の長熟ウイスキーを出している蒸留所ってほとんどないのではないでしょうか。本当にねグレンファークラスは庶民に優しいウイスキーの蒸留所となっています。いかがだったでしょうか。グレンファークラスのね素晴らしさを少しでもね伝えることができましたでしょうか。よくねウイスキーを飲んでいるとカスクストレングスという言葉を耳にすると思うんですが、カスクストレングスとは加水を一切しないでボトリングしたウイスキーのことを言うんですが、そのカスクストレングスを1968年にスコットランドの蒸留所で最初に販売したのがグレンファークラスだと言われています。そちらがね話題を呼んで今飲んでいるこちらのねグレンファークラス105、こちらにねつながっているそうです。グレンファークラス105はカスクストレングスタイプのボトルで、アルコール度数ねなんと60度もあります。かなりね実は飲むとグッときます。あのイギリス初の女性首相であった鉄の女サッチャーが愛飲したことでも有名です。どうでしょうか。これだけのウイスキーブームの中、手に入りづらくなっている有名どころのウイスキーが多い中、安心品質で安定供給され安価で買えるグレンファークラス、こちらね絶対にウイスキーを最近飲み始めた方には飲んでほしいおすすめのウイスキーとなっています。ぜひねお近くの酒屋さんに行ってグレンファークラス、まあ、いろいろな種類あると思うんですが、まあ、最初はね12年あたりから買って飲んでみてください。まあ、私のねおすすめはグレンファークラスの105、こちらになるんですが、まあちょっとねこちらは60度というねアルコール数も少し高いので、まあ、12年とか10年とかその辺あたりから飲んでみるのもいいんじゃないかなと思います。ということですね、今日のひろしの隠れ家はウイスキーブームに左右されない安心安定安価なおすすめウイスキーグレンファークラス、こちらをご紹介させていただきました。ではまた。